こんにちは、柳です。今回の動画はね、まるで前回の動画の続きのような感じになってしまいました。ここはね、警察署です。なぜ警察署に来たかというと、また野外で蛇が見つかったそうです。本当に多すぎやしませんか？逃げてしまったのか、捨ててしまったのか、それは飼い主じゃないとわからないことなんですけど、いい加減で無責任な飼い主が多すぎると思います。仮にね、逃げてしまった場合でも、すぐに警察に届け出を出してれば、僕が来ることもなく飼い主さんの元に戻ってるはずなんですよ。僕がね、引き取りに来るということは、何の届け出も出てないっていうことになります。よくネットニュースやテレビのニュースで爬虫類が見つかりましたってやってるじゃないですか。実はあれはごく一部だと思ってください。実際にはもっと数多くの爬虫類が逃げて、こういうふうに保護されてます。今回もコーンスネークでした。大きさはヤングサイズですかね。ちなみに前回同じ警察署で引き取った子もアダルトのコーンスネークでした。その前が大型のイグアナでした。別の警察署では生きたボールパイソンが袋に入れられて、そのままゴミ捨て場に捨てられてたということもあります。たまたまゴミを捨てに来た人が袋の中で何か動いてるということで、警察に連絡をしてくれて無事保護されて、その個体をうちで引き取ったこともあります。この子を引き取ったのは9月の27日月曜日です。今日が10月1日なので4日前ですね。神奈川も台風の影響で今雨風ともにすごいことになってます。万が一ね、発見されるのが遅れて台風の中この子が外にいたら、本当にどうなってたのかわからないですよね。無事に見つかってくれたということだけは良かったなと思います。店に戻ってね、すぐに飼育環境を作ってあげたんですけど、こうやってね、上から見ると若干痩せてるのがわかると思います。この子がどれぐらいの期間外で大冒険をしてたのかはわからないんですけど、その間というのは餌も水も飲んでもいないし食べてもいないと思うので、早速ね、あげていきたいなと思います。ご覧ください、ガブ飲みしてますよね。この飲み方を見ると数日どころではないなと思います。1週間以上水分を取ってなかったんじゃないかなと思うような飲み方してますね。ヘビを飼育してる人であればわかると思うんですけど、こんなに長い時間勢いよく飲まないんですよね。相当ね、喉が渇いてたんだと思います。時間にするとほぼ1分飲み続けてました。これだけね、喉が渇いてたということは餌も食べてないですよね。早速ね、あげてみたいと思います。餌の大きさはピンクマウスの M サイズです。すんなり食べてくれてよかったです。水を与えたのも餌を与えたのも引き取った当日です。
4日経ってね、しっかり消化もしてて吐き戻し等も一切なかったので、今日ね2回目の餌やりをしたいなと思います。今回ねこんな感じで動画をご覧いただきました。前回の動画でね、逃げ出さないように徹底した管理を心がけましょうという動画をアップした次の動画でね、まさかこんなことになるとは僕自身思いもしませんでした。同じヘビを飼育している飼育者の一人として、飼育をしている皆さんに伝えたいことがあります。逃がしたくて逃がす人なんていないと思います。蓋の閉め忘れや鍵の付け忘れ、いろんなことでね、飼い主のミスによって脱走させてしまうことがほとんどだと思います。まだ家にいるだろうと思ってる人がほとんどだと思います。でも実はもうすでに外に出てしまってるパターンもあるんですよね。このコーンスネークの飼い主さんも外に出るはずがないと思ってて、まだ家の中にいるって思ってる可能性もあると思います。だからこそ警察に届け出を出しとくっていうことが必要なんですよね。だって家の中で見つかったら、見つかりましたってまた警察に連絡すればいいだけなので、家の中でねそのうち出てくればいいやっていう考えはやめてください。逃げてしまった場合の対処法っていうよりは、まずは逃げ出さないように徹底した管理をするということが大事なことなんですけどね。最後にね、この子の今後が気になる方いると思います。まずはね2週間は保管預かってる形になります。その間に飼い主さんが現れたら返却をします。2週間経っても飼い主さんが現れなかった場合は、所有権というのかな、それがね僕に変わります。今まででも過去に何度も警察からの依頼によって爬虫類を引き取ってますが、当たり前の話販売はしたことありません。すべて里親さんを探してます。だいたいいつも遊びに来てくれる常連さんたちが飼育してくれてます。この子はね少し痩せてるということもあるし、外にいた期間もあるので、しばらくはうちで様子を見てね、しっかり食べさせて、何にも問題がなければ里親さんを探そうかなと思ってます。もうね何回でも言ってしまうんですけど、脱走させない、逃げ出さない管理を徹底しましょう。僕もね常にそこを意識して飼育を楽しんでます。それではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回も見に来てください。